シャックです。マッツです。今日のテーマはウォリアーズはこのまま優勝に向かうのか。聞いた、ディープ3。なんでディープ3だ決めとったやんけ今日。確かにね、ウォリアーズといえば3ですけれども。素晴らしいよ。今日はね、ゴールデンステートウォリアーズについて話そうかなと思うんだけど。銀の血ゴールデンブラッテッド俺言いたいだけやけど、ね、いよいよゲーム5ウォリアーズのホーム戻りますけれども。おお、これウォリアーズファン有利やんけ。そんな中ウォリアーズがこのままね、優勝へひた走るのかについて話していこうかなと思います。で、今日も最後まで皆さんお楽しみいただいて、高評価ボタンポチッと押していただいて、まだまだ忘れずチャンネル登録いただけると僕らのモチベーションにもなるので嬉しいです。嬉しいです。それでは行きましょう。ウォリアーズは今日のゲーム4107-97で勝利しました。おしゃー、カリーもでかくなってきてんね。小さいと見せかけや、ここの筋肉すごいからね。溜まってるよ。これでウォリアーズは2勝2敗のタイに戻しました。俺らからしたら一番嬉しいやつやね。いや、ほんまにな、もうずっとずっと見ておきたいのは今年のシリーズ今日の試合もボストンペースでもそのまま行くのかなと思った場面が何回もあったやん。あいつらすごいよ、ベテランチームみたいで。しかもさ、1クォーターの入りはさ、もうテイタムの3ポイント連続でいってボストンペースで3分の3やからね。そう、そして4クォーターも最初ウォリアーズがターンオーバー連発してもうて、流れもう緑やん。そうやな、もう完全にもうボストンモードなってんけれども、そっから最後残り6分19秒でウォリアーズ21対6のラン。このチーム怖いよな。怖い。最後までボコボコにしとかなさ。うん。素人 NBA。何よりステフィン・カリー。43分取ってんの今日。はい。と、一応スタッツ言うとくけど。あ、言うとこ。43ポイント。10リバウンド4アシスト。意外とリバウンド多いよね。1000、ダブルダブル。そして43点。えぐえぐ、怖い怖い怖い。前回の足の毛が嘘やろっていう、ね。演技かもしれんな。逆に、株上げるために。今日の試合も何本タフ3決めたっていう話よ。みんな頑張ってバチバチついてたのにね。もうだってオープンなシュートの方が少なかったね、うん、最後6点差にしたね。あの3はもう震えたし、試合後のインタビューでね、なんでこの状態でそのパフォーマンスできるんですかって話に対してピュアな質問したね。これが6回目ファイナル行ってることやっていう話をした。かっこいい。ほんまに言いたいよ俺らも。一生行くことないからね、決め顔で。ここで言うねっていうぐらいね、彼としては経験がやっぱ今日の試合を作ってくれたっていう話はすごく強調されてました。経験のないボストンのチームからしたらうんって言ってうんって思うね。あ、もう今頃スマート激切れよ。そんなん言うでもだ、俺ら語れへんやんけ。そして今日の試合をもってステフィン・カリーはなんと NBA ファイナルで4試合連続スリーポイントを5本以上成功させた史上初の選手だったみたいです。おー、 NBA レコード。 NBA レコード、おめでとう。もう今シーズンはね、ステフィン・カリーのためにあるのかオールスターもねすごかったしね、うん、とかね、歴代スリーポイントも1位になったりとか。確かに顔やね今年は。ほんまに顔になってます。そしてクレイ・トンプソンも今日18ポイント3 10分の4本成功。面白ダブドリーあったね、あれちょこちょこやんねんけど4クォーターね、同点のディープ3だったりとか、うん、残り4分24秒には逆転の3をトップから決めたり。さすが。前回のね、ゲーム3以降クレイはねすごい復活してるような印象を持ちます。そしてアンドリュー・ウィギンス頑張ったよ。あ、もう涙止まらんよ俺もうほんまに全然泣いてない怖いです俺。素人 NBA 今日に関しては17ポイント16リバウンド頑張ったね。リバウンド、そうやね、ほんまにチームハイのリバウンドでチームを救ってくれた。僕たちね、ファイナルが始まらないのが見どころで、やっぱウィギンスキーマンって話言ってたけど、泥臭いとこやんねっつってな。そら、ほんまに今日も得点よりもやっぱ泥臭いところでめちゃめちゃ光ってたこのウィギンス。そしてベンチからはジョーダン・プールも今日14ポイントと。素晴らしいね。いう形で、とにかくね、もうカリーが今日はもう超絶でした。ここがこうなったら無理やわ。もう無理やな。うん。そしてね、オフェンスは当然ステフィン・カリーのね、やっぱ力、これ段違いやってんけども、今日はウォリアーズのディフェンスが本当に冴え渡ったゲームでもあった。止めれてた？ボストンのさ、4クォーターわずか19点に抑えてるから。すごいよな。このファイナルのシリーズ4クォーターボストン一番点取れなかったからね。あ、今までで。そう。うわ、やられた。しかも残り4クォーターで7分切ったぐらいからはボストンのシュートがほんまに入らんくなった。ブルブルブルって置いてたもん。しかもさ、それまでは例えば残り4クォーター7分32秒にさ、ブラウナーのアンドワンがあって、あれすげえよ、一気にボストンがこっから行くのかなと思ったけれども、そっからウォリアーズのカムバックは素晴らしかったね。あとね、やっぱ今日はリバウンドよ。取れた？今日はもう取り放題
いや、放題ではないやろ。頑張って取ってんねん。いや、ボストン42に対して、ウォリアーズ55。取ったね。そうやね。このファイナルで初めて、ウォリアーズがボストンよりも多くリバウンドが取れたゲームになりました。そんな大きい人おらんのにね。そうやね。特にオフェンシブリバウンドは、ボストンが11に対して、ウォリアーズが16と。おぉ、勝ってる。特に4クォーターでは、ほぼほぼ、ウォリアーズがオフェンスリバウンドかっさらって、セカンドチャンスポイントに繋げてる場面がすごい多かった。スイッチ切れてもうたんかね。なんだろう。ただ、それよりも、ウォリアーズの気迫が勝ったとも言える。気迫勝ちですか、今回は。うん、特に映ってるこのウィギンスの4クォーターのリバウンドなんかは、ほんまに素晴らしかったし。そしてこのリバウンドで言うと、ケボン・ルーニーですよ。ちょっとカリーに憧れてるやん、マウスピース。ちょっと、ちょっと。若干憧れてるね。俺も外から打てたらなって。いや、お前はこれで。素人 NBA。今日はね、ルーニー11リバウンド。すごいやん。今日の試合はね、最初、オット・ポーター・ジュニアがスタメンに入ってたわけやけれども、結果見ると、ルーニーが今日28分の出場で。言うてやっぱ出てきたと。そうやね。前回ね、なかなか出番がなかったルーニーやけれども、試合後、スティーブ・カー監督も、もっとルーニー前回ゲーム出せばよかったっていうのは反省しました。おー、いいね。言わしたね、うん。っていう形で、ディフェンスがね、すごい冴え渡ったっていうところは、今日のウォリアーズ、すごかったところやねんけれども、今日のゲーム、大きなやっぱ転換点で言うと、ドレイモンド・グリーンを4クォーター重要な場面でベンチに下げたことね。調子微妙なんやろ、今後。めちゃくちゃ微妙。っていうのは、ディフェンスではね、やっぱ引き続き、やっぱいい働きはしてくれんねんけども、うまいからね。このファイナルのグリーンのオフェンスだけで言うと、1試合 4.3 ポイント、フィールドゴール 23.1%、0%。どうしたのこれ、偽物ちゃう？偽物かもしれない。その割にね、試合でね、怒りんぼな感じで。そこはほんまやな。そう、流れを切ったりとかっていう形で。いやっことしてんな。そうやね。違うところになんか意識持ってかれてるような気がしてる。ベテランの割に、どうした、うん、実際これゲーム3の一コマやねんけど、グリーンが今ボール持ってんねんけど、ボストンの ね、選手の表情見てほしいねんけど。お前見てへんねん。そうやね。誰一人としてグリーン見てないわけよ。すげえ、なんか解説者みたいな感じのことやってるやん、はい。NBA テラーの松田。すごいね、これ、はい。僕ちょっと NBA テラーで打ってくる。行こう行こう。っていうぐらい、もう完全にオフェンスでは穴中の穴になってるわけよね。もうグリーンハイハイみたいな感じやな、これ。うん、実際今日ね、4クォーター残り3分ぐらいからちょっと出てきて、うん、セカンドチャンスポイントでチャンスメイクしたりとか、ポケットパスとかでルーニーに繋いだりとかもあったけれども。そんぐらいか。やっぱなかなかグリーンがしかも下がってる時間帯に、今日ウォリアーズは逆転したんで。ウォリアーズずっと応援してるファンからしたらなんかちょっと物足りない。ちょっと物足らん感じもあるねんけども。ただ、今日で言うとルーニーワンセンターで行った方がチームとして良かったのはやっぱ明確やった。頑張るに。うん。これでね、やっぱ次のゲーム勝ったチームやっぱ大手かけるっていうことなんで。次絶対勝ちたいよ。そう。なのでグリーンのこの勝負どころではオフェンスでは起用しないっていうのは続くかもしれんね。怖いもんな。そう。言うて。しかもこの勝負どころの時間帯でグリーンに例えばテクニカルファールとか。あ、何かしらイランファールとかなってチームの流れが切れてまう可能性もあるやん。やるな。そう、今までもやっとるけど。そうやね。ここが今までのね、キャバリアーズのファイナルレブロンといろいろあったりとか、今回もグラント・ウィリアムズとかいろいろあるけれども、この辺がスティーブ・カーがどう考えるか難しいところ。大人になってほしいわ。確かにグリーンがスタメン落ちるってことは考えづらいねんけれども、うん、ただやっぱ勝負どころで出さないってなると、それはそれでいろんな物議を醸し出すと。本人もいろいろ溜め込んじゃうね。そう、ちょっと溜め込んでしまう可能性もなくはないやん。ってなった時に、次スティーブ・カーがどういう采配をするのか、ここはめちゃくちゃ注目です。グリーンって今回のファイナル、特にやっぱファールも多いけれども、多いよ。今日終わった4試合で、実は合計得点よりもファールの方が多いからね。違うスポーツ行った方がええんちゃうか。そやねん。こういうやつ。そやねん。なんでレスリング行った方がええんちゃうか。レスリングは殴らへんけどね。はい、殴りというか、グラント・ウィリアムズとみたいに。あ、お相撲ね。うん、この辺のグリーンのカムバックあるのかどうかは注目です。いずれにせよ、今日のゲーム4はこのステフィン・カリーがもう神パフォーマンスでも一人でね、勝利もぎ取ったっつってもおかしくない。お前らこのフィジカルでようやったね。ほんまにもうほんと素晴らしい。このカリーの超絶パフォーマンスが次ホームに帰っても続くのかどうかは注目です。一方、今日敗れてしまったボストン、最初良かったのにな。そうやね。前半は5点リード、点数以上に中身としてもボストンの方がやっぱ1枚上手な感じ。落ち着いてたしね。そうやね。ただやっぱ後半一気に失速。試合を通すと、ジェイレン・ブラウンが21ポイント、ジェイソン・テイタムが23ポイント、はい、やねんけれども、特にジェイソン・テイタムは今日フィールドゴール23本打ってわずか8本。そんな低くなったんや。そうやね。
第1クォーター良かったのにね。そうやね。なので特に4クォーターとかは全然入ってなかったよ。当然ね、やっぱ肩の怪我の影響もあると思うし、ずっと回してますからね。そう、しかもペイタムはこのファイナル4試合中3試合でも40本以上出てるんで、もういろんなとこが悲鳴上げてんな。どこが上げてるとは思う、どこが上げてるとは思う。素人 NBA。あとね、やっぱテイタムでやっぱ多いのはターンオーバーやね。これはずっと言われてんね。今日も実は6ターンオーバーしてて、おっとっと、チーム全体としても今日16ターンオーバーしてんねんけど、めっちゃしてんな。そうやね。どうやらこのプレーオフでボストンが16ターンオーバーした時の勝敗は1勝5敗らしい。負け確やん。そう、ほぼ負け確。なので前回のねゲーム3もターンオーバー多かったけど、今日もやっぱかなり多かったんで、そんぐらいウォリアーズのディフェンスがすごいってのもあるやろね。それは間違いなくある、で一方ボストンもこんなねターンオーバー多いねんけど、とはいえウォリアーズを失点107で抑えてるんで、上出来やで。そうやね。なのでやっぱターンオーバーあと 2,3 個は減らせれば、もうちょっと戦い方としては楽になってくるのかなっていうのを思います。じゃあ今ウドゥカがそう言ってるよみんなに。あ、ウドゥカもう次乗る飛行機だからめっちゃ考えてると思う。あいつ対策すげえからな。そうやねまさに今次ねボストンとしてはアウェーになるけれども、このウドゥカのやっぱ毎回のねアジャストっていうところにはもちろん期待したい。アウェー強えからもんねこいつら。そうやね。しかもいっぱいしたと絶対次勝てるからね。すごいよね。その神話は継続されるのかも楽しみやね。頑張れ。そしてもちろんアジャストで言うとやっぱこのスティーブ・カーもやっぱそうですよ。こっちもすごいよな。ドレイモンド・グリーンはまさか下げるっていうね。大胆やね。かなり大胆なことをしてきたんで、やっぱ次どうなるかっていうのはすごい注目です。そしてね、ウォリアーズのニュースで言うと、今日なんとアシスタントコーチのケニー・アトキンソンが来シーズンシャーロット・ホーネッツのヘッドコーチに就任が決まりました。いってらっしゃい。この写真の微妙さやばい。なんでこれやねんみたいな。なんともサチュース感がいらない。監督ですよこれ。ホーネッツとなんと4年契約らしいよ。でかいやん、いきなり。うん、たださ、これホーネッツちょっと分からへんのはさ、アトキンソンもどっちかというと若手育成系なコーチ。ホーネッツ若いやん。そうやね。でその前のジェームズ・ボーレゴもどっちかというと育成系のコーチやん。また育成かと。そうで、もともとボーレゴが解任された理由としては、おそらく次ちゃんと戦術をねしっかり組んで勝ちに行く、そう、勝ちに行けるパターンを踏んだんやとは言われててんけども、またコネコレする。そう、ただまたきっちり育成系のコーチをね雇ったと。大丈夫か。なんでここがね、シャーロット来シーズンどうなるかっていうのはすごい注目。こっちが進化してる可能性あるからね。そう、しかもこれでね、ウォリアーズは来シーズンマイク・ブラウンがキングスに行って、アトキンソンが次ホーネッツに行っちゃうんで、仮番になってるやん。そうやねなんで絶賛の仮番になっちゃってるわけよ。監督困ったらここの AC 狙えみたいなねそうそう。なのである意味ウォリアーズのアシスタントコーチに入れば今後キャリアがしっかり開けるって。確かに入門編や、こう監督の。なのでもう一回ルーク・ボルトン出戻りやるかもしれない頑張る。以上、このままゴールデン・ステート・ウォリアーズは優勝に向かうのかどうかについて話してきました。あなたはウォリアーズがこのまま優勝に行くと思いますか？ぜひコメント欄でいろんな意見聞かせてください。コメントお待ちしてます。そして僕たちは明日以降皆さん楽しんでいただける NBA 動画どんどん出していくんで、どんどんどん4月中に僕たち3万人登録目指しに行くんで、まだチャンネル登録されてない方はこの動画見終わったらすぐにチャンネル登録よろしくお願いします。サブチャン作るぜ。新しい発表も出します。その他メンバーシップでは月1本 NBA ファンにはたまらないワクワクするような動画出してるんで、気になる方はチェックしてみていただけると嬉しいです。 NBA オタクになりませんか？ワンコインに入ります。そして最後に、おもこめ！おもこめ！今日のおもこめは何？今日ですね、前回やりました、レイカーズはハム就任で復活できるのか？ハッピーハムハム。何ハッピーターンみたいな。井上ゆうきさん。ゆうきさん。来年のレイカーズのベンチに期待しかないって。ベンチなんや、うん、スタメンに期待せえよ。いや、ほんまやん、穴あるぞ。いや、今日逆にベンチの方が楽しみっていう。ロールプレイヤー多いくなる、ね、ラッシード出てくるから、ね、こんな感じで毎回いろんなおもろいコメント発表してるんで、今後もおもこめ書いていただけると嬉しいです。嬉しいです。ありがとうございました。また次回お会いしましょう。よっこらしょ、ゴールデンブラッテッド。